お疲れ様です。石をパンに変えるまあ、造作もないですよね。どういうことなんやっていうふうに思う方いると思いますけども、これをね、立体的に考えていくんですよ。ある人がね、研修中のハワイ旅行の途中で、お金がなくなったんですよ。で、なんとかしてお金を作らないといけないけども、周りはね、日本語が通じない人ばかり。しかも、住み慣れた環境でも何でもないんですよ。どうしましょうか アルバイトのお願いをするために近くのねお店にいきなり飛び込みで行くわけにもいかないですしまさかね強盗したりとかそこで何らかの商売をするってのも難しいですよねでもねこの人はね22歳にしてその旅行中のハワイで何の仕込みもなくで、ね、いきなりお金がなくなって金欲しいなと思った時にパッと地面見たら石があるのに気づいたんですよこの石が金になったらなぁと思うわけですよね でもそこに何万人何十万人いても石をお金に変える人なんて誰もいないんですよ。でもその人はその石をお金に変えました。そしてお金に変えてそのお金を食事やレジャーに使って研修中のハワイ旅行をしっかりと10日間楽しんだんですよね。まあどうやってその石をお金に変えたかっていうのはここでは申し上げませんけども非常に簡単ですよ。石っていうのに価値を持たせて その価値を感じる人にお金をいただいてその石を渡しただけなんですよね。いや、これがね、ハワイで石を売るっていう私のストーリーなんですけどもね。あとは、NHK の集金人です。NHK の集金人さんは最近もう来なくなりましたけども、まあ、私の家にもね、よく来ていた時期があるんですよ。その時に私はこう思いました。お疲れ様です。NHK の番組よく見てますよ。と いいいいいくらら振振り込込めばいいんででですすすかかかこれ用紙もらっていいですかあ引き落としとか今ねちょっと口座がうまくいってないんであのとりあえず払いますよって感じで振り込み用紙もらいます、まあ、ついでにお茶でも飲んでいきませんか本当お疲れでしょうみたいな感じでねその方は15分ほどお茶飲んでいったんですけども NHK の集金って結構大変ですよね留守の方が多いんじゃないです嫌なこと言われたりしませんかっつったらいやそうなんですよ結構ね嫌われだしたんですよ で、言ってもね、NHK 見てないとかテレビがないとかいろいろ言うんで、こっちも仕事なんでね、本当にテレビがないのかちょっと確認させてもらっていいですかって言わないといけなくって。そしたら部屋が散らかってるとかなんとか言い出すんですよね。でも向こうの方ではテレビの音がなんとなく聞こえてるんですよ。でもね、ずかずかと上がってくるにもいかないしね。なんか就勤人の中には もう一方的に上がっていっててい結構ね、あの高圧的で暴力的な人もいるみたいですけども、そういう人の例に習うわけにもいかないんで、みたいなことで、ね。いろいろと話聞かせてくるんですよ。いや、大変ですよね、と。あ、それでところで、久保さんはどんな仕事をされてるんですと。あ、私、インターネット塾をやってるんですよ。やっぱりね一人でで自宅で 20万、30万と稼ぎたいじゃないですか。で、副業でもいいですし、本業にして月収100万目指すのもいいですし、私自身が3年で1億ぐらい稼いだんでね、今こういう暮らしてますっていうふうなお話をちょっとしますね。まあ、その方はそうやって帰っていくんですけども、3ヶ月ぐらい経ったらその方はね、私の方に来るんですよ。でその時には、あれ ?NHK の集金ですかって言ったら、いや、もうあれ仕事辞めたんですよ。 で久保さんあのなんかこう速化塾っていうのはされてるじゃないですかこれちょっと話聞いてもいいですかってあいいですよっていう感じで即価塾が売れるんですよねこれね私の家に営業に来る人のまあ半数とは言いませんけどもね半分ぐらいの人が即価塾に入るんですよだから誰が来てもウェルカムなんですよね基本的に通常の方は NHK 宗教セールス嫌がるでしょ向こうからお客さん来てくれてるわけですよ本当は大歓迎のはずなんですけどもね いや、商売してる私からするとどんな理由であれ私のところに近づいてくる人はみんなお客さんですからでお客さんである以上は私の紹介する商品でより豊かに幸せになってもらいたいしそのための私は力があると思ってるんでねだから売らないことは不親切だと思ってるんですよ自分の商品を紹介しないことはその人のチャンスを奪ってると思うんですよだから押し付けることはないですけども興味を持っていただけるように少しだけその方のポケットにね そうすると NHK の集金人さんはやっぱりね3ヶ月ぐらいしたらその仕事が持たなくて辞めてるんですよ。辞めて転職をする就職活動する前に自分で久保さんみたいにできないかなっていうふうに私の家にね上がってるわけですから思うわけですよね。ほうこんな暮らしかとかねこれで毎日家にいるのかとかねそりゃ NHK の支払いぐらいポンポン払うわなみたいなねそういうふうに思うわけですよ。 だからそっか塾に入ってくれるんですよね多くの方はこの思考がないんでチャンスを逃してるんじゃないですかと思いますマトリックスアフィレートバキューンじゃないですけどねこれはね私はねマトリックスアフィレートで100万ぐらい払いましたけどもう一生使えるおもちゃを手にしたような感じなんでね逆に格安だったと思いますね <laughs> はい、えー、それでね今日はアンディ・ウォーホルさん芸術家の方がねこんなこと言ってたんですよ 使い道がなくてみんなが放り出したからといってゴミだと決まるわけじゃないってことなんですよね。まあむしろ世の中にはみんなが捨てたゴミみたいなものから生活倉庫みたいなビジネスを作り出す人もいるんで、まあ、捨てるものあれば拾うものもありということまさにその通りでしょうね。いやでもね本当にね R の思考ですか。あの、まあ、すごいの作りましたよね。どんなことがそこの中に展開されているのか想像はつきます。 きっと自分たちの思考にガーンと頭をぶち抜かれたようなねあそう考えるから稼げるんだそう考えるから自由なんだっていうような思考の転換がちりばめ出られていると思うんですよ特に考え方に興味を持って考え方を買おうとする人はかなりレベルの高い人だと思いますんでねそれこそ一瞬で稼げる方法なんてのを探している人とは運命の差があると思うんですよ頭を働かせれば側近ビジネスがないってことにはすぐに気づくんですけども どこかに側近ビジネスがあると思っちゃうんですよね。側近ビジネスを紹介する人って、紹介してる人が側近なんですよ。なぜなら、側近でお金払う、あなたがいるからなんですよ。このからくりに気づかなくちゃ。側近でお金パンと払って、もらう方が側近ビジネスだ。だからさらにそのビジネス続きますよね。でも、側近ビジネスを購入する人って、いつまで経っても自分は儲からないんですよ。で、側近ビジネスっていうものが、 そうは言ってもどっかにあるんじゃないかなと思っちゃうんですよね。でも、側近ビジネスに群がる人がいる以上、側近ビジネスはなくなりません。そのどっちの側にいるかなんですよ。考え方ってのは一瞬で変わるものではありません。しかもその考え方を実際に使えるかどうかって問題もあります。一番素晴らしいのは、考え方のまんまに行動できること、そしてそのまま結果が出ることなんですけどね。なかなかそうはいかないですね。まあだからこそ、 うまくいいいってる人の思考に学んだ方がいいかなとその人の脳みそを買ってくるって感じですよね。レンタルするっていう形なんですよ。あの結局ね自分の中のコンピューター CPU が優秀であろうとなかろうと自分の頭の中の CPU だけでできてるわけじゃないんですよね。だって手も動かさないといけないし ポケットから何かを取り出さないといけないし、歩かないといけないし、何か YouTube で放送しないといけないし、だからね、頭の中の CPU をどっかから買ってきても、それだけでも変わんないんですよ。それをちゃんと使って、誰かのところにアウトプットして、それを繰り返していって検証して、やっと掴み取れるのが、お金だったり、価値であったりするわけなんですよね。信頼であったり。だからそこに側近なんて言葉入ってこないんですよ。だから側近ってものが頭に散らせていた限りは、 側近にはならないですね稼いでる稼ぎ続けてる私と吉谷さんがいるんだからこれは信頼していただきたいと思いますけども側金はないということなんですよ側金って言い出す人から離れなさいってことなんですよその人の思考になっちゃいますからねじゃあ私にしても吉谷さんにしてもね側金ビジネスありますなんて言わないでしょあるとしたら側金ビジネスができる人に対してだけ言います例えばリストがあるとか商品を持ってるとか一定のリピーターを持ってるとかね そういう人に対しては、側金ビジネスやりましょうって言うと思いますよ。でもまあ、滅多にいないんじゃないですか。そもそも、そういうふうなリストがあったり、商品があったり、リピーターがいる人は、側金ビジネスなんて言い出さないですね。ビジネスをすることによって、商品をご購入いただいた方のためになると思ってるんで。自分の側金のためにやってるわけじゃないんですよ。それこそ、即戦う力、即戦力のためにやってあげてるんですよね。即銭の力、即戦力のためにやってるわけではないんですよ。 まあそういったことが理解できれば、この R の思考ってものがね、私まだ見てませんけども、いかに自分の財産になるかってことがわかると思います。まあそもそもね、吉谷さんは大きな、ああ、ネオヒル付けの会社を自らの意志で離れてですね、そしてたった一人で、鹿児島という縁もゆかりもないところを選んで、そしてそこで、マイナス20万から、いや、もっと言ったらマイナス何百万からね、スタートして、 何年もかけけてて今になってるわけですよでその模様は私はネオヒルズ系の会社にいる時からずっと私は見てますからね私は見ていてその会社を離れる経緯そして離れた旅離れたからどうしたのかそこでどうやってヘラを選んだのかリアルタイムでずっと見ていて側金なんてことはどこにもなかったですね最近ね喧伝してるみんなの銀行だって1年かかりで30万ですからどこが側金やねんって話ですよ でも最初の1000円は側近ですまあこういうあんばいじゃないですかね最初の1000円は側近だけども30万は側近ではないとあとはね何を側近と呼ぶかっていうのはビジネスやりながら見抜いていけばいい決めていけばいいんじゃないかなと思いますねはい使い道がなくてみんなが放り投げだからといってそれがゴミと決まってるわけではないとアンディ・ウォーホールさん芸術家の言葉ですけどもこの考え方あんまり出てこなかったかなと思います はいじゃあいってらっしゃいですねお疲れ様。